パキロンなら毛糸洗いに自信は持てません。マキロン、マキロンって何でしたっけ。傷口のやつ、傷口のやつだ。そうですね。ロンがつくからね、あこれもいけるんじゃないかなって間違える方も多いかもしれません。気をつけてください。注意事項でございます、ね。はい、さあそれでは早速やってみましょうか。はい、僕は知っているんですけど結構周りの方が知らなかった人結構多かったんですね。そう、深い知ってるぜでございますけれども、さあもう僕の番組からの僕やる準備してます。なるほど。おー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 出しますよ今日。電子番組表あるじゃないですか、はい、ケーブルテレビ、はいはい、あそこに、ジャンク TV の紹介文もあるんですよ、はい、あれ、なんて書いてるか、何でしたっけ、ここ数年の宮崎の番組で一番自由を与えられてるであろう番組、はいはい、そんな紹介あります。でもね、それは本当そうだと思いますよ、はい、そうですね、僕らもうジャンクやりながらね、はい、自分たちでこれいいのかなって思うこと多々ありますからね。それやっぱ OK にしてくれている、まあ、まあ、もう本当 MCN さんに感謝でございます。ありがとうございます、 ございます、はい、これからもね突っ飛ばしていきたいと思いますけどもね、はい、さあ、今日はですね、うん、今日のジャンク TV でございますけれども、はい、今後のジャンク TV を考えるいい機会にも、うん、なるんではないかなというような企画でございます、はい、それではご覧ください、どうぞ。さあ、今回の、はい、ジャンク TV でございますけれどもですね、うん、まあ、MCN、はい、本当お世話になっておりますけれども、お世話になります、このジャンク TV もですね、はい、今ですねその MCN の YouTube チャンネルでアップされているんですよ、はい、そうなんですね、ありがたいですね、ということでですね、こちらですねジャンク TV のどの放送の回がよく見られているのか、はい、今回はランキングを、はい、していきたいな、いいですね、なんでこんなことするのかと言いますとですね、はい、まあ他の人にアポ取ってたんですけど、その人は出れない。あ、そうなんですね。え、そうなんですね。いや、事前にほら言わなくてもいいんですよ、こんなことは。大体来るじゃないですか。だから3日4日ぐらい前に、うん、今度何しますみたいな。うわ、完璧に決まってたんですよ。今回ちょっと遅いなと思ってたんですよ。いやいや、もうこれはもうひばりくんと、はい、ディレクターと、はい、もう完全に綿密な、はい、もう打ち合わせをして、うん、こう決めようと、はい、やろうと思ってたんですよ、ね。誰ですか、その不届き者は。まあ今後出るでしょう。言わなくていいんですよ。そんなこと。さあそれでは発表していきましょう、はい、まず10位はこちらでございます。どうも浜田和彦です。宮崎居酒屋以降焼き鳥白生地青空市場店、はい、の回でございます、うん、こちらが再生回数が2347回ということでございまして、はい、太田和彦さんに寄せてる時と寄せない時とありますか。もうほとんど寄せてはないですね。なんかたまに思い出したかのように寄せる時あるじゃないですか。そうなんですよ、はい、オープニングで太田和彦さんってよくちょっと噛むんですよ、はい、その真似をやってるんですけど、はい、完全に撮り終えた時に思い出すことになるんですよね。ビールを一ついただいてよろしいですか。お一つで、はい、はい、名古屋一丁。いや、もうこのお店ね、スタッフの方たちも皆さん男性の方でね、もう入った瞬間から本当に元気のいい声をいただきまして、もう今から飲むぞというようなね気持ちになりますね。色いいっすね。皮がカリッと。うわ、まあ美味しかったっすよね、ここ。ここはね、うん、ここは本当にプライベートでもよく行くので、うんうん、はい。こちらの専用のセラーがございます。あ、焼き鳥屋さんにセラーがあるっていうのはすごいですね。うん、ね。9位はこちら、うん、ジャンクの恐怖映像でございますね。こちら再生回数が2438回ということでございます。はい、一体どんな、覚えてます。恐怖映像、なんかそんな心霊現象みたいな、あ、ね、ありましたっけ。不思議なのは2人私服っていう、そうですね、だから若いですね、若い、はい。まあ、このジャンク TV やっていますと、やっぱり映ってはいけないものというものが編集をしていると結構あるんですよね。ガチ、ね、いいですよね、いいですよね、うん、やっぱハードロックファンは浮気をしないんです、
ハードロックについて熱く語るメガネの男性。彼は普段からこの番組の状況が分かっているつもりだったのだが、改めて気づくこととなる。もうそこら辺はね、だから番組とかでもたまにハードルかけるじゃないですか、はい、めったにメールとか送らない人が来たりとかしますもんね、はい、あれはなんか嬉しいですよね、うんうん、さあそれでは、フロアのなんかお知らせありますか、はい、はい。お分かりいただけただろうか、もう一度ご覧いただこう、うん、まあ、やっぱブレないですよね、うん、パーソナリティが2人いる番組なのだが、この時メガネの男性はエピソードの披露から進行までを一人でこなしている。あれはなんか嬉しいですね、うん、さあそれではメガネの男性には分かっていたことだったのだが、右側の女性へトークを振る前の一呼吸に全部俺という気持ちが見て取れる映像である。めったにメールとか送らない人が来たりとかしますもんね、はい、あれはなんか嬉しいですね、うんうん、さあそれではハ見ているだけという。ああなるほどなるほど、そうですね、はいはい、まあこれのずっと繰り返しの回ですよね。なりましたね。なんでこんなに再生回数があるのかというと、はい、多分恐怖映像というこのキーワードでいろんな方が見て、これを見て、はい、まあ最後まで見る人いなかったかもしれないですね。いなかったですよね、これみたいな、違うやんかとね、っていうふうに、まあそれのずっと、はいはい、だからあなたの汚点をずっとこう見せるやつですよねこれね。どうも浜田和彦です。8位はこちら、宮崎居酒屋以降住屋編でございます。こちらがですね、再生回数が2454回、2014年の5月の26日に更新された、はい、繁華街に今日はお邪魔しております。で今回のお店はですね、本当に私の顔なじみの お店なんですね。今はもう太田さん出ましたよね、まあ、ただ多分思い出した、思い出したんですね、ね、うん、いつか怒られるんじゃないかな、まあ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 、ね、気もしてますが、うん、今日はねちょっとねお魚なんかもいただいちゃおうかなと。カツオの刺身はありますか？ないです。ないです。書いてないし。書いてますよ。880円。間違えた。消しときましょう。こういうところがねまたね、消しときましょうかね。おやさんね、正直言うとこのロケは好きですよね。普通に居酒屋で食べてるところをなんか横から撮るみたいな、そうですね、なんすかね、空気感が、それがやっぱコンセプトというかですね、はい、完全に素になれる、まあ、後半特に素ですね。どうも浜田和彦です。第7位はなんとこちら、はい、宮崎居酒屋行こう、人気です ね、 ね、はい、のこちらはですね、魚屋ダイニング真子さんの回でございます。こちらは2819回という方で、真子くんという、ね、はい、店長いるんですけども、まあ、その方が釣りがね、うん、好きという、はい、まあ、プロなんですね、うん、イカ釣りとかでもテレビ番組に、はい、出たりとかする、まあ、自分でその釣った魚をもう、はい、まあ、お店で提供するという、ね、そうですね、いいお店なんですよ、うん、これ覚えてますけど、はい、何回もディレクターがこれ出した、ね、出した、出したところです、もう終わり、はい、約束の3品、3品、4行こうか。いやいや、ちゃう YouTube でこういう遊びができるから面白いね、これね。いいとこで止めようみたいな、こいつ怖いね、こいつ。いやいやいや。キャンプグッズ、そうなんですよ、ですよね、キャンプグッズ、はい、ということでこちら、はい、6位はこちら、はい、キャンプグッズ購入編でございます。ね、はい、再生回数が3743回ということでございます。この時あのあれなんですよね、はい、あの自分で、まあ、1万円持ってきました。はいはい、初め持ってきたんですけど、1万円、ディレクターからの先の情報で、2万円持っているという情報を僕は先に知ってたんですよね。なんで知ってんのかな、うん、これね、うん、ちょっと筒抜けでしたね。筒抜けでしたね。でもこの時あのいろんなキャンプグッズ買いましたけど、本当に役に立ってるでしょ。いや本当に役に立ってます。この買ったものは、うんうん、上に置きたいわ。長く使えます、うん、ね。だこういう機がまたやってるんじゃないかな。君の基地を思いますね。なるほど。買うシリーズ。買うシリーズ。これはちょっと買っとかないとですね。はい、ということでね、はい、おいいじゃないですか、ハンドマイクが横にあって。第5位はこちら、初めてのほぼソロキャンプ出ました、こちらがですね、再生回数が4604回と一気にここで、はい、上がっていきましたけれどもね、なんか
拭きたいここ。あっちピザ屋さん来た。これそもそもなんで、これなんでこれピザを来るのかなと思って。ピザ屋さん。なるほど。お金払いましたけど僕。ランタンとか炊いた方がいいんじゃないですか。あ、そうですね。いきます。つきますよ、星倉さん。あれ。つきません。このキャンプはいつまで続くんですか。これですか。これわかんないですよね。最高じゃないですか。ね、ランタンの明かりがあって横ですごく笑ってくれる人がい て, て, がいて天国ですよこれ。うわうわじゃなくて第4位はこちら、うん、さよならソロキャンプ場とキャンプ人気ですということでございまして、はい、まあ、先ほどやった場所がもうなくなるというので、はい、そこの大家さんがもう一度やってみてはということの、はい、まあ、ご好意でやらせていただきましたけれども、はい、なんとこちら再生回数が6088回ということでございまして、一気に伸びてる。そうですね、はい、一応じゃあピザ頼みましょう。今日は良くないですか。何が頼むんですか。ピザハットです。失礼しました。あ、わー美味しそう、あと取り上げられる心配もないですね、うん、やっぱ取り上げられるんですね。星倉さん、このキャンプ場にちょっと一言いただいていいですか。笑うとこじゃないですよ。じゃあ最後に、はい、今ここで楽しい思い出もできましたので、うん、この土地に感謝ということで、はい、じゃあこの おみきをね、お意識的な、はい、この土地に感謝の意味を、あ、いいですね、この土地に乾杯ということで、はい、ありがとうございました、はい、今考えるとこの場所は良かったですね。もう本当にいいよね。もうすごい囲まれてるから、もう宮崎市内のそういう街中にいるとは思えない空間になるんですよ。俺なんなら俺普通に俺ここ泊まってもいいと思う。車工房黒木さんにお邪魔いたしました。はい、だいたい分かってきましたか。まあまあ後ろにあなたにおすすめするもの結構並んでおりますからね。何でしょうか。キャンピングカー。正解。はい。ということで社長です。黒木淳二さんです、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。第3位のキャンピングカーを買おうの回でございますね。やっぱ興味あるんですね、はい、皆さん一気に上がりますよ。もう倍です。12,174ということでございまして、こちらが2014年の6月9日、更新ということでございます、はい、後ろのシートを出すこともできますから。そうなんだ、はい、こう蓋を開けるとこういう風な感じで、すごいなんか見えるこれ、はらららららら、 ららららら、すごい、これはすげいいアイデア。これでこうですわ。そうです。わ、だったらもう僕はこう、これこうちょっとね、ここでこう軽く料理をして、はい、大型でございますけども、はい、ユトリアルサイズですよね。すごいですね、後ろ。そうです、これはもうセレブがパーティーとかするやつですよ。うわっ、もうあれはアメリカのハードロックがハードロックの人たちがすげートレーラーハウスみたいで、ね、ですよね。これシャンパンとかやるやつですわ。もうでも本当これ見ると欲しくなりますね。欲しくなります。これ本当ね、これこの映像で見ても欲しくなりますし、実際に見たら ね, たらねもうやばいよね。第2位はこちら、2回目のほぼソロキャンプと出ました。ソロキャンプ全部ランキングしてるじゃないですか。全部入ってますよ。すごいですよやっぱり人気、なんとですね、はい、再生回数が15,000回と。後ろに人がいる。何これすっげー見ちゃったらこの西日の感じがやっぱいいですね。あ、そうですか。って話せや早く早く話せや。もうあ、いったくらーもうあらこれお湯割りで召し上がれってことですか。そういうことですよ、ゲフジンさん。ゲストの方、はい、そちらの方にお呼びいたしますので。これのことですか。
この絵が大好きなんですよ、ね、ファービーとあなたっていう。いや会話が成立しないですけど。これね。ピザ屋さんが来られたようです。うまーい。うまい。あもう回収？早いね。今回は取られるな。取られたらダメだね。ダメ。シロさん、まあそろそろこれ餃子いいっすよ。うまっ。どうですか、もうすごいなんかバッサ飛ばしました。熱いね、熱い。熱い。熱い。いやでもこの再生回数は何でなんでしょうね。いやこれだって1万5000でしょ、うん、間違いなく星倉さんの力でもないと思いますし。それでは、はい、長らくお待たせいたしました。一体 YouTube 再生回数1位に輝いたのは何でしょうか。何でしょう、キャンプじゃなかったですね。先生は何が有名な方なんですか。ウィンドミルと法習おうでございます。おい、ウィンドミル、またちょっと懐かしい。そうですね、はい、26,875回でございます。すごい本格的にこう習得できたって、そういうキャリア経験があるわけです。おお、はいよ。音が違いますね、音が。今日の先生の立ち上がりはですね、もう見よう見まねで一回やってみようということ で、ね、はい、どれだけ難しいことなのかということで、うんうんうん、いきます。これボール、はい、握ってください。棒の部分を握ってください、はいはい、開いてください。利き腕にボールを持って3回、はい、1、2、3。ボールが飛び出したでしょ。飛び出しました。これが正解なんです。あ、そうなんですか。1、2、3でボールを離す。できました、正解。おこれがブラッシングの基礎練習です。はい、やっぱウィンドミルっていうのは検索どうやってするんだろうとかっていう検索するんでしょうね、はい、全然僕らの力での1位じゃないですね、これね。ウィンドミルっていう強さ、ワードですよね、うん、宮崎ケーブルテレビの動画再生の中では4位なんです。4位、じゃあ4位なんです。じゃあこの 1,2,3 なんだと、なんと全て全力少年隊、まあラジコンフィッシングをしようで、うん、この2位がミニ四駆、ミニ四駆、はい、3位はミニ四駆、ミニ四駆で 1,2,3,4、うん、僕ら入れて、はい、僕らの力ではないんです。だから今後全部それ入れて、うん、検索関連ワード、検索関連ワードにそういうの全部、しかも負けずとこう、はい、英語表記、英語表記も入れ、はい、もう入れて、はいはいはい、あの再生回数ちょっと増やしていきましょう。それはありですね。ね、はいはいはい。いやでもなんかやっぱこうドーンと行くもん欲しいね。はい、うん、ということでございましたけれどもね、はい、まあああいう風にして見るとね、なんか再生回数、はい、普通なかなか見れないじゃないですか、うんうん、ね、自分たちがどれだけ見られてるのかというの、はい、YouTube というのはまあそういう部分でははっきり出ますからね、数字として出ますからね。あとなんかないんですかね、もう思うんですけどね、美女とかね、あ、美女とか、美女とか、まあ、もうパンチラ流出とかもいいかもしれないですね。